1998年の渡米以来、道のくマットを離れていたディック東郷がこのシリーズから復帰、正規軍の一員として戦うこととなった。外道が初のシリーズ参戦。俺たちがな
このシリーズからな、俺たちは道のくもですよ、ぶっ飛ばしてるけどな、俺もなんか見ようねんよ、俺は。頑張れ、ぶっ潰すな、いくぞ、よし、行くぞ、やるぞ、俺、行くぞ、俺たちのな、コネクションな、甘く見るサスケが悪いんだよ、あ？さ、ディック東郷のコネクションはな、こんなもんじゃねえぞ、まだまだだぞ、俺たちな、東郷のこのファーイーストコネクション、極東のコネクションだよ、あ？誰でも連れてくるぞ、こいつのコネクションで誰でも連れてきてやるからな、俺たちは勘違いすんな、タッグパートナーじゃねえんだよ、コネクションなんだよ、あ？その辺間違いんじゃねえぞ、まだな、いっぱいいるからな、よく覚えとけ。 IWGP ジュニアタッグ選手権試合60分一本勝負を行います。我が子は挑戦者チーム184番のタイヤーマスク190番のザ・グレイト。チャンピオンチームヘラマンのゲオオーヘラマンのチャオオー。8月に行われた仙台大会では、邪道下道の持つ IWGP ジュニアタッグにサスケとタイガーが挑戦。人生のアメリカ時代の顔である白紙と、武藤敬司第三の顔である黒紙無双が登場、夢のタッグを結成した。